はい、こんにちは、佐久間です。今日はですね、ストレス発散したい人必見、ハンドスピナーです。はい、ハンドスピナーの使い方で単純にね、ほらこう回して、うん、確かにストレス発散にはいいかもしれない。なんか癖になるんです、これ回してるのが、うん、これはいいかもしれないですね。多分ね、こんなテクニックをする人たちが多いんじゃないですかね。こうやってバーッと回した後に、おっ、うまくできませんこんな感じかなとかやってる人が多いのかなと思います。でもハンドスピナーって、日本だとね、今なんかシルバーだったり、チタンだったり、すごいかっこいいやつも結構あると思うんですけどね、僕はこの丸いやつがおすすめです。僕はですよ。なぜかっていうと、これ机の、いや、オフィスワーカーの人たちとか机の横に置いといて、いつでもなんかこうやってぐるぐる回せるんですよ。さらに僕の使い方は小顔ですこれね、ちょっと本当やってみて、本当に小顔グッズと同じなの。血行が、あのね、本当流れる、もう分かるね。僕ね、だからマウスでこうやって、なんか右手でマウスでこうやって、ネットサーフィンとかやってる時とかは、完全にね、こうやってやってます。で、俗に言うほら、こういう小顔の石っていうか、ありますよね、小顔、こう血流を流すというか、リンパを流すというか、ありますよね。そう、これは確かになんかフィットしていいんだけどね。まあ、あと俗に言うローラーね。あ、確かに、 あれ、ローラーがいいかなやっぱローラーが一番いいかななんかいいな、これいいっすよ、ちっちゃくて、うん、これが一番、なんだろう、うん、リンパ流れてる気はするけどね、ストレス発散をしながら、ハンドスピナーでしながら、これ止めてもらってね、ここの部分ですよ、ここの部分ね、ここでこうやってリンパを流してもらうという2回使いは、これ多分ハンドスピナーの本当の使い方だと思いますよはい、なのでチタン製が流行ってるし、いっぱい回るっていうんだけど、まあ明日何があるんだとやっぱここはね、小顔でハンドスピナーで小顔になっちゃうね。いや、飲みすぎて、前の日飲みすぎてむくんでる人、もう1時間、午前中の1時間でむくみ取りましょう。その時に会社のデスクのちょこんと置いといて、便利なグッズとして僕はハンドスピナーはいいんじゃないかなって思ってます。はい、今日はね、このハンドスピナーでした。はい、じゃあまたなんか面白いグッズがあったら紹介したいなと思います。ではまた、ありがとうございました。